こんにちは、花城ココアです。今日はカップで作るお好み焼きセットとカップで作るチヂミを使ってお好み焼き&チヂミパーティーをしたいと思います。皆さんこれご存知ですか？日清がね出してるものなんですけど、一見普通のカップラーメンなんですよ。これでなんとお好み焼きとチヂミが作れるらしい。まずはこのお好み焼きを開けたいと思います。ココチューブ、ほんとね、この袋から取る感じもね、カップラーメンと一緒。おー、蓋の裏面にね、作り方書いてありますね。鰹節、青さ、揚げ玉、そしてお好み焼きの粉ですね。わー、結構一通り入ってるんですね。これだけ入ってればね、ほんとこれだけで作れそう。まず、生地を作る。容器にお好み焼き粉、水の順で加え、スプーンで混ぜます。水は 120ml 必要らしい。よし、持ってこう。では、粉を入れまーす。お水を 120ml。 これをスプーンで混ぜるそうです。あ、お好み焼きの種みたいになってきた。多少ダマがあっても大丈夫だって。はい、こんな感じでできました。キャベツ、揚げ玉、卵を加えます。卵、揚げ玉、あ、キャベツ準備しなきゃいけないのか。キャベツ切ってきます。はい、キャベツを切ってきました。キャベツ 220g 使うらしいんですけど、結構な量です。これ入るかな。キャベツが一度に入りきらない場合、2、3回に分けてくださいって書いてある。じゃあ混ぜます。おー、お好み焼きになった。ちなみにキャベツはね、粗みじん切りにするそうですよ。これすごいですよね、野菜たくさん取れる。はい、混ぜ終わりました。これで焼いたらできるらしいですよ。え、簡単。じゃあこれはとりあえず完成ということで置いときます。じゃあ次はね、チヂミを作っていきたいと思います。ステージが違うだけで、これもね、お好み焼きと同じ容器ですね。開けまーす。いりごま、特製ダレ、そしてチヂミの粉が入ってます。さっきのお水と卵の他に、キャベツがない代わりにニラと玉ねぎ、イカ、エビ、魚介など適当に入れてくださいみたいな感じで書いてあります。ちょっと家にある野菜を物色してきます。ではカップに粉を入れます。そしてお好み焼き同様、水を 120cc 入れます。でスプーンで混ぜます。これも多少ダマがあってもいいらしいです。はい、こんな感じになりました。卵大活躍で、また混ぜます。チヂミとかお好み焼きってさ、自分だけのために作るのってだるいけど、こうやってカップラーメン感覚で作れたらめちゃくちゃ楽でいいですよね。しかも野菜がたくさん取れる。はい、卵混ぜました。そしたらニラ 80g、 玉ねぎ 50g、 イカ、エビなどを 80g って書いてあるんですけど、今家にね、ニラが 20g ぐらいと玉ねぎが 100g、 さっきのね、残ったキャベツがちょっとあるので、それしかないので、それをね、入れたいと思います。本当はニラをたくさん入れた方が美味しいのは分かってるんだけど。じゃあこれも混ぜます。これ一応ね、野菜の量とか書いてあるけど、家にある残ったお野菜とかでね、作れると思います。いや、エビとか欲しかったな。解凍しないとないんだよな。はーい、チヂミもできました。では早速これ焼いていきたいと思います。ココチューブ、ホットプレートで焼かせていただきます。まずはお好み焼きから焼こうかな。ではそろそろ温まってきたので油を引きます。先ほど作ったこれを焼いていきたいと思います。この1個のボウルでお好み焼きが2つ作れるそうです。お、いいじゃないですか。そしてこの上にお肉を乗せるそうです。ベロン、あ、お肉でかっ。豚ちゃん、なんかこういうのやると懐かしいな。小さい頃実家ではね、よくお好み焼きとかね、ホットプレートで作ってもらったりとかしてました。ほいー、いいんじゃない。プロっぽいんじゃない。これお好み焼きってほぼキャベツなんですね。じゃあお好み焼きって超ヘルシーじゃん。4分になったので、これをひっくり返したいと思います。あー、プレッシャー、いきますよ。さようなら。5分が経ちました。開けたいと思います。オープン。うわー、すごい厚みが出てね、ふっくらしてるの。美味しそうに焼けました。うー、そしてマヨちゃん付属でついてきた青さもかけます。パラパラパラ、あと付属の鰹節。
で切りたいと思います。なぜかうちにヘラがあった。なんでだろう。うわー、中もいい感じ。じゃあ関東風にね、4等分にさせていただきます。うわー、断面もいい感じですね。美味しそう。猫舌なのでお皿に盛っていただきます。それではいただきます。うーん、うん、うん、うん、めちゃくちゃ美味しい。すごい、ただの粉じゃない、だしも入ってんのかな。うーん、お店みたい。本当にお店みたい。家でさ、何回かお好み焼き粉で作ったこととかもありましたけど、今まで作ったお好み焼きの中で一番美味しい。うーん、生地がね、ちょうどいい感じのふわふわ具合なの。なんかふわふわに焼こうとすると生になっちゃうし、しっかり火を入れようとするとカリッカリになっちゃうし、これめちゃくちゃ美味しい。うん、ふわふわ。特にさ、外食でもさ、こういう鍋とか鉄板をつついて食べる系のものって外食の中でも特にタブーになったじゃないですか。だから全然お好み焼き食べてなかったんですけど、これならさ、家で手軽に食べられていいですね。うん、うん、言うてインスタントじゃんって思うかもしれないんだけど、もうれっきとしたお好み焼きですね。うん、お肉もいい感じに焼けてる。これ一つ250円するんですけど、キャベツとか卵とか揃えたにしてもすっごい安くできる。思いのほか1個でこんな大きいのが2個も作れてすっごいいいですね。こんなのね、家で食べられたらもうお好み焼き屋さん行かなくていいかもしれない。これね、山芋も入ってるんだって。自分でさ、お好み焼き作るときさ、山芋入れた方が美味しいのは分かってんだけどさ、めんどくさいじゃないですか。わかります、この分厚さすごくない？しかもさ、お好み焼き粉とか買うとさ、だいたい 500g ぐらいで売ってるじゃないですか。そんなに使い切れないよみたいな。賞味期限切れちゃって処分することになったりとかするけど、これならね、250円カップ買えばいいだけですもんね。これフライパンでも作れるみたいなんで、手軽にね、お好み焼きランチとか食べたい時にもね、いいですよね。紅生姜も入ってたらね、もう完璧だなって思います。一玉100円で売ってたキャベツとは思えない。今日から私ココアは Uber Eats のお好み焼きから卒業します。あとさ、これのいいところはさ、全部カップの中で調理してるから洗い物が少ないの。これに流行っちゃったらね、お好み焼き屋さん焦ると思う。だってすっごい美味しいもん。鉄板をちょっと綺麗にしてからチヂミを焼いていきたいと思います。ココチューブだぴょん。これで4分待つそうです。さっきのね、お好み焼きよりもね、薄くてね、あ、ほんとだ、チヂミだなっていう感じですね。えい、あー、カリッカリー。チモえい、おー、いいですね。やっぱりお好み焼きと若干違いますね。焼いてる間にこの特製ダレと煎りごまをね、お皿に入れときたいと思います。タレ作っておきました。そしたら最後にごま油を縁にくるっとするらしい。こう、こういうこと。はい、これでチヂミの完成でーす。はい、断面はこんな感じでーす。チヂミもいただきます。このね、タレがね、すごい日本人好み。さっき食べたね、お好み焼きよりもね、あっさりしてる。ただね、韓国料理とかを慣れてる人が食べると想像してるチヂミとね、ちょっと違うかもしれない。やっぱりね、お好み焼きに近いですね。今回ね、ニラが少なかったからちょっとチヂミ感が足りないけど、もしかしたらちゃんとね、分量通りニラを入れたらチヂミっぽくなるのかもしれない。表面がね、サクサクで美味しい。あっさりしてるのね、多分ね、魚介とかが入ってないからかもしれない。何でもそうだけどね、やっぱり具材たくさん入ってた方が美味しいですね。もっとね、最後にごま油かけてもよかったかもしれない。シンプルだからこそね、自分好みの味にアレンジしがいがありそうですね。キムチ入れたり、チーズ入れたり。最後はタレがなくなっちゃいました。では最後の一口です。ごちそうさまでした。ココチューブ。はい、ということで今日はカップでできるお好み焼きとチヂミを食べてみました。どちらも簡単に作れて、そしてお安くてお手軽でとっても美味しかったです。特にお好み
焼きは感動。皆さんもぜひカップで作るお好み焼きとチヂミを作っておうち時間を楽しく過ごしてみてください。この動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。花城ココアでした。バイバーイ。ぽっちゃりでいるがペダかな、これは何